ト<上>お笑い芸人の,あの有吉が結婚したそうで相手はフリーアナウンサーの夏目美久さんという方だそうです、えーまあいろんなところからね有吉と夏目さんに祝福の言葉が届いておりますが 私、柴田は、認めません有吉俺は認めないよ。やめなさい。結婚を取りやめなさい。ダメです。柴田が認めないので、結婚は破断です。はい。まずね、ズバリね、言わせてほしい。 言わせてほしい。女子アナはね、最強なんですよ。この世の女性のピラミッド、ヒエラルキーの中で、女子ナっていうのはね、トップオブトップなんだ。うん、最上級の女が女子アナなの。アイドルとかね、えー、モデルさんとか、まあまあ、 綺麗な方まあ女優さんも綺麗な方がたくさんいるけれども結局ねあのー、女子アナも女子アナも綺麗なんですよ綺麗で言うんだったらみんな綺麗なの女子アナだってアイドルだってモデルさんだって女優さんだってみんな綺麗なんだけど女子アナはね綺麗なだけでなく教養もあるんですよね、綺麗なだけじゃない頭がいいの基本的にはねだから 女子アナってのはね、あのー、自分でお金を稼ぐ術も持ってる。ほんと最強なんですよ。野球選手と結婚すれば、あのー、そのあ、トップアスリートに必要な栄養を計算して、なんだったらなんちゃら栄養士の資格まで取って、で、毎日3食ご飯を作って、アスリートの食事をちゃんと管理する。 勝つね。それプラス、何だったら、レシピ本とかを出版してね、それでお金を稼いじゃう。そういう、もう、なんて言うんだろうな、もう全く付け入る隙がない、完璧な女性。それが女子アナなんですよ。もうトップオブトップなんですよ。ね。そう。女子アナ最強なそこに来て、有吉、結局、やっぱりそこなのかと。ね。結 結局、まあ、女子の中で一番ピラミッドの頂点にいるやっぱり女子アナなのかとね売れに売れた芸人もう芸人の中のトップオブトップに行った人間じゃあだ誰と結婚するのか何と結婚するのかって言った時に結局やっぱり女子アナなんですよこれね僕あのちょっと例えさせて欲しいんですけどもあのー、まあインスタグラマーでも何でもいいんだけどねあの若者の ファッションリーダー的な、まあ、モデルさんがいるとするじゃないですか。なんかこう、古着もすげえかっこよく,着,く着こなす、あのー、若いファッションリーダー的なモデルさんがね、結果売れたら結果売れに売れたら、ハイブランドしか身につけなくなる。あの気持ち悪さというか、あのー、あると思うんですよね。それにすごいよく似てる。結局、売れに売れたら、 ね、最高まで売れたら、結局女子アナなのかと。ハイブランドなのかと。ね。僕はですね、あのー、売れた芸人さんで、えー、まずっとね、売れない時からお付き合いしていた一般人女性と結婚する芸人さん、たまにいますよね。そういう芸人さん、すごい好感高い。でも、売れて結局女子アナと結婚するやつ、嫌いです。すごい嫌い。うん。 じょ、あとね、これ言いたいのが、女子アナも女子アナだよ。結局ね、女子アナってね、野球選手か、もう司会者レベルの、もう売れに売れたお笑い芸人としか結婚しないんですよ。女子アナが一般人男性と結婚したの、聞いたことありますかないでしょ。女子アナは常に狙ってる。自分のレベルでどこに行けるか、どこが最上級か、どこまで落とせるかっていうのを、女子アナは狙ってんだよ。 サッけんユーチューバーはないんですかユーチューバーと女子アナ結婚することは無理ですかまだ。まだそこまでの地位は気づいてないかユーチューバーは。はぁ、あ。っていう感じで。俺は悔しいよ。ね。結局、お笑い芸人なのかと。ね。司会者レベルのお笑い芸人なのかと。結局、女子アナなのかと。ね。 最高まで登り詰めたら、結局そこなんかいっていう。ね。ああ、嫉妬する。ああ、嫉妬しますよ。俺だってね、女子アナとセックスしたいよ。あの、誰か、誰、どこでもいいです。あの、日テレでも、富士でも、TBS でも、ね。テレ朝でも、テレ東、テレ東ちょっとやだな。 地方局でもいいよ。なんだったら。あのー、柴田と結婚してくれる女子アナいませんか本当に、俺は女子アナと結婚したい。本当にしたいと思ってます。なので、あのー、私、全然柴田さんいけますっていうね、女子アナの方は、一応あの、概要欄にメールアドレス貼っとくんで、 あのー、そこに連絡ください。まあ、お友達から始めましょう。はい。っていう感じで。えー、全世界の誰が有吉と夏目さんの結婚を認めても、祝福しても、この俺柴田だけは許さない。うん。俺は、ね、そこに本当の愛があるのかと問いたい。それは女子穴だから。 売れてる芸人だからじゃないのかそれって愛なのかよはい。こんな感じで。僕は許さないです。そして女子アナさん。僕に連絡ください。結婚しましょう。はい。こんな感じで。柴田でした。